先ですね。少々お待ちください。失礼します。はじめまして、サキです。実はプロレスラーもやってるんです。おお、それは珍しいな。楽しくなりそうだ。そう言ってもらってよかったわ。あの、名前とか聞いても大丈夫ですか？ああ、桐生一馬だ。桐生さんですね。今日はいっぱい楽しみましょうね。嬉しいこと言うてくれますね。あかん、惚れそうやわ。いいですよね。怖そうやけど、鋭利なナイフって感じがします。お休みの日は家で寝てますね。あとはネットショッピングとかかな。お仕事柄、平日はめっちゃ体動かしてるんで、休日くらいはのんびりしたいんですよね。行ったことないんですよね。桐生さんはそっちでは何して遊ばれてるんです？そうだな、尾道はスナックくらいしかないからな。スナックでママ相手に話をしながらちびちび酒を飲んだりってところか。へえ、なんか素敵なシチュエーションですね。なんかいい妄想ができそうです。ふん、ほどほどにな。それって桐生さんが強そうやからちゃいます？強い人とは勝負してみたくなりますもん。うちも正直桐生さんとは一回戦ってみたいですもん。おや、俺は暴力反対だぜ。多分桐生さんが言うても説得力ないと思いますよ、それ。ありがとうございます。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。嬉しいこと言うてくれますね。もう
ほなガンガン行きましょう。さん、英語ペラペラなんですね。グッドイングリッシュ。 Thank you。 そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。確かに運動部でしたよ。じゃあクイズです。何部だったでしょうか。プロレスラーだし、やはりレスリング部か。残念、外れです。むしろその頃はプロレスってあんま好きじゃなかったんですよ。今は大好きですけどね。正解はバレー部でした。バレエか、確かに似合いそうだな。ありがとうございます。しかし、キャバ嬢とプロレスラーを兼任してるなんて珍しいな。そうですよね、皆さん珍しがられます。実際にやってみてどうだ。物珍しさで指名してくれる人は多いんですけど、いわゆる王道を求めてる人には受けが悪いんですよね。もっと人気を上げていくためには、もっと女らしい仕草とかせなあかんのかな。俺は好きだぜ、プロレス。プロレスですか。そこはうちじゃないんですか。冗談だ。だがこんな砕けた会話ができるのはお前の魅力だと思うぜ。キリュウさん、確かにそうですね。うちにはうちなりのやり方がある。なんか前向きになれた気がします。ありがとうございます、キリュウさん。ああ、頑張れよ。キリュウさん、また来てくれて嬉しいです。さあどうぞどうぞ。こんにちは、元気ですか。おかげさまでな。喋り方的には関西の方か。おお、さすが桐生さん、京都出身です。プロレスラーとしてはやっぱり頂点に立ちたいですね。プライベートではお嫁さんかな。こう見えても料理も得意ですし、旦那さんにも尽くすタイプやから良妻になると思うんやけどな。自分で言っちゃうのか。
こういうのはアピールしひんとな。桐生さんもぜひご検討を。ありがとうございます。鍛えたおかげかな。鍛えすぎて腹筋割れてるのが悩みなんですけど。ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。そろそろお時間となり、ごゆっくりどうぞ。恋するとその人に尽くしたくなっちゃうかな。うちは毎日料理を作ってあげたりしたいですね。こんなこと言うとキャラに合わへんとかよく言われちゃうんですけどね。そんなことはないんじゃないか。お前は人一倍中身は女の子だと思うぜ。え、そうですか。そんな風に言ってくれるの桐生さんだけです。嬉しいわ。これといったフェチはないかもしれませんね。何でも妄想で保管しちゃうので。そろそろお時間となる。ごゆっくりどうぞ。いろいろ歌うけどやっぱり可愛い系の曲ですかね。結構すっきりしますよ。うちも桐生さんとお話できて楽しいですよ。桐生さん、今日はありがとうございました。また来てくださいね。桐生さん、また来てくれて嬉しいです。さあどうぞどうぞ。よくぞ聞いてくれました。うちゴリラみたいな人が好きなんです。ゴリラか。ゴリラか、俺みたいな男ってことか。確かに桐生さんもごついしゴリラ感はあるかもですね。なんていうかシュッとした洗練されたアーバンゴリラっていうか。あ、褒めてますよ。アーバンゴリラ、複雑な心境だ。何がたいと思います？そうだな、B 型だ。
残念、 A 型でした。搭乗会？そんなプロレス団体ありましたっけ？いや、プロレス団体じゃないぞ。まあプロレス並みに構想はしてるがな。両親も格闘技に関わっていたので格闘家への憧れみたいなのはありましたね。でも正直プロレスラーになるとは思わへんかったな。人生わかんないもんですね。ほんまですか？ほな試してみちゃおっかな。ありがとうございます。そろそろお時間、ごゆっくりどうぞ。嬉しいこと言うてくれますね。あかん、惚れそうやわ。桐生さんもそっち派ですか？うちもです。日頃体を酷使してるせいか家でのんびりしたくなるんでな。同感です。桐生さんとお付き合いしたらうまくいきそうかも。そろそろお時間と、ごゆっくりどうぞ。さん、いきなりですか？本気なんです？ああ、俺は本気だ。そんな真剣な顔で触らせてくれやなんて言う人初めて見ましたよ。そうか。そうですよ。もう変な人ですね、桐生さんは。めっちゃ素敵な人やと思います。怖そうやけど実は心の優しい人なんやなって。ところで、さっきはどうしてプロレスラーになったんだ？きっかけはあるのか？実は最初は全く興味なかったんです。でも途中から面白さに気づいて好きになっちゃって、気づいたらプロレスに魅了されてましたね。そこからは努力の日々でしたよ。辛いこともありましたけど、なんとかご縁あってプロレスラーになれた感じです。ほう、最初から好きだったわけじゃないんだな。はい、でもとある試合を見てすごい感動したんです。試合を通して生きる力をもらったっていうか、その時思ったんですよね。うちもこんな風に感動を与えられるようになりたいって。
素晴らしいな。俺にもその感動を味わわせてくれ。キリュウさんのご期待に添えるようにうち頑張りますよ。いつかチャンピオンベルトをキリュウさんにも触らせてあげますね。楽しみにしている。キリュウさん、ずっと待ってましたよ。さあどうぞどうぞ。イメージと違うかもしれへんけど、結構いろいろ作れるんですよ。煮物とかも得意です。キリュウさん、ジムに通ってはるんですね。適度に運動しいひんと体はすぐにぶりますからね。いつか一緒にキリュウさんとジム通いデートとかできたらいいな。確かに運動部でしたよ。じゃあクイズです。何部だったでしょうか。背が高いし、もしかしてバレー部か。おお、キリュウさん正解ですよ。よくわかりましたね。長身だとスカウトされるって言うからな。確かにバレエも似合いそうだな。ありがとうございます。趣味ですか。そうやな、妄想とか。妄想。はい、普段からよく妄想しちゃうんですよ。その人と付き合ったらどうなるかなとか。で、どんな妄想したか忘れへんようにノートに備忘録もつけてるんです。じゃあ試しに俺で妄想してみてくれないか。いいですよ。キリュウさんですか。何がいいかな。キリュウさんが実は消防士で、うちと付き合うことになった後火事が起きて、それをキリュウさんが助けに来てくれるんやけど、ちょっとベタすぎるかな。おい、そんなん言われたことないですよ。むしろ下手ですよ、うち。そうなのか。なら元が綺麗だからかもな。おお、キリュウさんやりますね。眼帯に半裸で独特なジャケット。その真島の兄さんってプロレスラーですか。いや、一般人でもないな。だがプロレスラーも驚くほど強いぞ。なんかめっちゃ会ってみたい。実際に会ったら好きになっちゃいそう。はあ、真島の兄さん。おいおい、今与えた情報のどこで好きになるんだ。そろそろお時間となり、ごゆっくりどうぞ。俺
は人見知りなんだ。そうなんや。でもうちとは普通に喋れてるし、うちら相性いいのかもしれませんね。そうかもしれないな。お酒ですか？めちゃくちゃ好きですよ。とりあえず焼酎、日本酒、何でもどんと来いって感じです。ほう、若者にしては珍しい。結構渋い酒が好きなんだな。そうなんですよ。ちびちびと味わえますし、おつまみにも合うので最高ですよね。ちゃんと飲み方を心得てるな。今日はうまい酒が飲めそうだ。お、いいですね。うちも付き合いますよ。そろそろお時間となり、ごゆっくりどうぞ。おお、桐生さん斬新ですね。ほんまおもろいわ。ちなみに王様ゲームはしませんけどね。そんなに長くないですね。まだまだ不慣れなとこも多いです。早く慣れて女の子らしい仕草とかをもっと身につけたいな。あ、桐生さん、ちょっといいですか？これ、うちの連絡先、同伴のお誘い待ってますね。プロレスラーになった理由は聞いたが、キャバ嬢をやっているのはなぜなんだ？男っぽい性格やし、プロレスラーってこともあるので、もっと女の子っぽくなりたいんですよね。うちキャバ嬢ならその辺が磨けるかなって。あとはやっぱりお金ですかね。お金？はい、うちの所属団体はメジャーじゃないので、正直貧乏団体なんですよ。だから試合をしてもファイトマネーとか少なくて、結構みんなバイトしたりしてますよ。怪我も多いですから、体のケアとかいろいろお金もかかりますからね。そうなのか。プロレスラーも大変だな。そうですね。いつかプロレスだけに専念したい気持ちもあるんですけどね。俺が食わせてやろうか？ほんまですか？嬉しいです。でも気持ちだけ受け取っておきますね。やっぱ自分の生活くらい自分で支えられへんとダメやと思うんです。人のお財布で生きてる人のプロレスじゃお客さんの心を動かせへん気がして。いい覚悟だ。サキはプロフェッショナルだな。ありがとうございます。でもレスラーを引退してその時お金がなかったら、桐生さんに食べさせてもらおうかな。まあ考えておくかな。